ミールザー・ガーリブ1797から1869。ガーリブは、ムガル帝国末期に活躍した詩人。ウルドゥー語とペルシア語を用いて、優れた、しか、書簡、三文を残した。ウルドゥー語詩人、ミール、あるいは、同時代のゾー句と並び称される。筆名は、優れている様を意味するガーリブとライオンを意味するアサドを用いた。 晩年には別の名義で政治評論も行っている。ミールザー・ガーリブが生きた時代、南アジアではムガル帝国が没落し、イギリスの統治がこれにとって変わった。そのきっかけの一つは1857年の大反乱であり、ガーリブはこの歴史的事件を目撃し、記述に残した。1805年のインドにおける核勢力を示す地図の地にガーリブと名乗り、 ミールザー・ガーリブと呼ばれることになるミールザー・アサドンラー・ベグハーンは1797年12月27日にアーグラで生まれた。しかし彼の家系は先祖代々北インドに住んでいた家系ではない。ガーリブ自身が語ったところによると父方の祖父ミールザー・クーカン・ベグハーンはサマルカンド出身でトゥルクのセルジューク家の末裔であった。彼は若い頃に 傭兵で身を立てようとヒンドースターン平原にやってきて、パンジャーブの領主ヤムガル町のシャー,アーラム二世、ジャイプルの領主にそれぞれ異なる時期に雇われていたという。民族的出自について、ガーリブ自身はトゥーラーンの末であると規定している。ウルドゥル文学学者、鈴木武氏によると、この名門意識がガーリブの生涯と作品を読む際の鍵となる。 空間ベグの家族は大家族であったが、そのうちの二人の男子、アブドゥッター・ベグ・ハーンとナースル・ラー・ベグ・ハーンが、ガーリブの実の父親と育ての父親である。18世紀の南アジアは、戦乱の世の中であったので、二人の父は自分たちの、父親同様、英達のチャンスが開かれている傭兵になった。実の父アブドゥッター・ベグは、カシミール系の女性。 イッザトゥンニサーウベイグムと結婚し、ガーリブを含め3人の子供を設けるが、ガーリブ4歳の時に戦死した。弟のナースル・ラーベグは、ガーリブを含む家族を引き取って養った。ナースル・ラーベグは、第二次マラーター戦争の時、マラーター同盟法のアーグラ城の司令官にまで出世するが、交渉に応じて1803年に、イギリス東インド会社軍に城を明け渡した。 騎兵四百人口の月千七百ルピーの給料であったが、その三年後、千八百六年の春頃に、戦像から落ちた怪我が元で、ナースル・ラーベクは亡くなった。ナースル・ラーベクは生前、ラホールとフェローゼプールジルカのナワーブであったアフマド、バフシュハーンの妹と結婚しており、彼が養っていた、その母、三人の姉妹、ガーリブとその母、姉、弟の八人に対しては、 アフマドバフシュハーンの辞書からの年金が1万ルピーも支払われることとなった。ガーリブはアーグラの母方の祖父母の家で育った。二人の父親を亡くしたものの、富裕な母方の祖父母の家での暮らしは優雅で快適であり、後年の子供の頃を改装した書簡によると、毎日親友とチェスをしたり、屋根の上でたこ揚げを楽しんだりしたという。もっとも、バーマによると、 この階層は、少子文学的誇張が含まれている可能性があり、この頃の幼いガーリブには、父とおじを亡くしたストレスが襲い、剥奪感が常にまとわりつくようになっていたと述べる。ガーリブがペルシア語で字を作り始めたのは、おじの死の直後の1806年、ないし1808年頃とみられ、いずれにせよ非常に早熟な才能であった。幸運なことに、当時のアグラには、 優れた教師がいて、総合的に才能を伸ばす環境が整っていた。ガーリブは、たくさんの生徒を抱えた、アーグラのシャイフ、モーレビー・ムハンマド・ムアッザムのマクタブに通った。ミール・アザム・アリーのマドラサにも通った可能性があり、ガーリブの豊富な、論理学、天文学、医学、刑事上学といった伝統的学問の知識はここ、アーグラで培われた。 ところが、文学や史作への傾斜は、優れた使との偶然の出会いがきっかけであった。アブドゥッサマドというイラン出身の学者が、当時、たまたま、アーグラを訪れ、ガーリブの祖父母の家に登留することになった。彼は、元は、ホルムズドという名のゾロアスター教徒で、イスラームに改修した人物であり、母語のペルシア語は元より、アラビア語にも堪能であった。彼は、ガーリブを弟子にして、 2年間、寝起きを共にして、アラビア語やペルシア語、哲学などを教えた。イスラーム諸学にとって、指定の結びつきは重要で、特別な意味を持つ。ガーリブは誰かを、師匠と呼ぶことはなかったが、アブドゥ・サマドへの言及の多さから、彼がそれに一番近い存在であったと、推測されている。なお、当時のインドの貴族階層には壮婚の習慣があった。 1810年8月、13歳のガーリブは、アフマドバフシュハーンの弟、ナワービラーヒバフシュハーンマールーフの娘、ウマラーウベイグムと結婚した。1813年頃、ガーリブは、デリーに移って、岐阜の家で暮らすようになり、しばらく経ってからは、チャーンドニーチョーク付近に今日定めた。ガーリブは1869年に亡くなるまで、そこを住まいとしており、 21世紀現在は記念館になっている。ガーリブは1816年に初めての D1 を出版した。この D1 に集められた詩はアサドの筆名を用いてウルドゥー語で書かれている。晩年に撮影された写真以後は筆名をガーディブに改め、ウルドゥー語やペルシア語による詩をカスイーダ、ガザル、マスナビーといった形式で作り続けた。 私生活では父親たちの年金をめぐる長い訴訟を争い、実定の発狂というトラブルもあった。妻のウマラアウベングムとの間には子供が7人生まれたが、いずれも溶接した。実子は育てられなかったが、妻の老いのザイヌルアビディムハーンは、アーリーフという筆名を持つ詩人で彼をガーリブはことのほか可愛がった。また、 1852年にアーリーフが亡くなると、その息子たち二人を養った。1828年には他人に横取りされている年金の増額を求めて、イギリス領インド帝国の首都が置かれたカルカッタに赴き、二年間そこに泊まって裁判をした。カルカッタでは、そこで開かれていたムシャーイラという司会に参加したが、地元の知識人と文学的な論争になり、 ガーリブは、バド・イー・モーコレフというマスナビーを書いて、インドのペルシア語詩人は、必ずしも定型にこだわる必要はないという反論、もしくは言い訳をした。ガーリブには、貴族的な老い立ちに由来する宝灯の癖があり、しかも、それを自覚的にやっているようなところがあった。ガーリブの人生は常に、宝灯ゆえの経済的欠乏がついて回った。 1837年には飲み屋でのつけが溜まりすぎてイギリス人のワインショーに訴えられ短期間牢屋に入った。この時はラホールのマハラジャの息子が建て替えたが、1841年には自宅で賭場を会長していたことがバレて牢屋に入った。これは当時大変不名誉なことであったが、ガーリブは1847年にも賭博で逮捕された。 この時も、友人たちが罰金を支払い、寛大な扱いを受けて、6ヶ月の入国の宣告を受けていたところ、半分の契機で出生した。ガーリブの詩人としての名声は高く、1840年には、デリー大学でペルシア語教授のポストを打診されるほどで、あった。また、ムガル朝の皇帝バハードルシャー2世が催すムシャイラにも、継続的に出席していたが、 賭博での逮捕歴などが問題視されて、公式に、ムガル町の6をはむようになったのは1850年7月4日のことである。ガーリーブは、ムガル町の歴史を、ティムール朝から解き起こす書簡を、ザガルに送り、皇帝は返礼として、年に600ルピーの年金を与えるとともに、ナージュム・タウラ、ダビール・ルムルクなどの称号を与えた。バハードルシャーは、自らも、 ザガルのガゴを持つ詩人であり、ムハンマドイブラーヒームゾークを文学上の師匠としていた。ガーリブより8歳ほど年上のゾークは、いろいろな面でガーリブと対照的な詩人であった。父親は不評であり、家が貧しかったため、読み書きを習うマクタブも卒業できなかった。ムシャーイラで才能を認められ、友人がザガルの師匠をしていた詩人であったため彼の紹介で、 ザガルと地遇を得た。子供の頃から高額の年金を得ていたガーリブに対し、ゾークはザガルが1837年9月に62歳で皇帝になってようやく高額の年金を得るようになった。曖昧で装飾的な言い回しにより、大衆受けは良くないガーリブの私風に対して、ゾークはシンプルで口語的な表現を好み、性格も控えめであった。 すでに何冊も d ー案を発表していたガーリブに対し、ゾークは D1 案を生前には出版しなかった。ミールザーガーリブの墓ガーリブとゾークは、後世には、もちろんのこと、同時大臣にも公敵手であると捉えられており、二人に、まつわる、様々なアネクドートが伝えられている。1851年頃には、 ザファルの息子のミールザー・ジャワーン・バフとの婚礼の式辞の文言をめぐってガーリブとゾークは皮肉の応酬をするという事件が起きた。この時は師匠への侮辱は皇帝への侮辱と同じとしてガーリブが謝罪した。ゾークが病を得て1854年11月16日に亡くなるとザファルはガーリブを師匠と呼び帝国の警官詩人としての地位を ガーリブに与えた。1854年頃、ガーリブは、ムスリムの思想家、サーセイエドから手紙を受け取り、彼の著書、アーイネ・アクバリーに序文を書いてもらいたいと頼まれた。これは、アクバル大帝の統治を、イギリスのそれと比較して商用するものであったが、ガーリブは、サーセイエドに対して、なぜ時代に合わせて行動しないのかと問い、断った。1857年の、 大反乱はガーリブにも暗い影を落とした。主人公テイザファールは大反乱の責任を取らされてイギリスによりビルマに追放されガーリブはシャアと近しかったという理由だけで年金支給が停止された。経済的に困窮したガーリブは支給再開のために奔走した。弟のユースフも狂気のまま同年に熱病で亡くなったためガーリブは 喪失感を抱き、悲しんだ。年金一時停止は1859年に解除されて、ラームプルハン王国から受け取れるようになり、この処置はガーリブが亡くなるまで続いた。経済的な晩年10年間は活発な施策や言論活動を行った。ガーリブは1866年頃から次第に体が衰えて1869年2月15日に、 デリーで亡くなった。墓所は一族の墓があるニザームティーン病である。ウルデュ詩人として一般の人気が高く、ウルデュ語による散文も言語史上の重要性を指摘されるガーディブであるが、ペルシア語によるガザル詩などの陰文や書簡などの散文も多く残し、また本人もペルシア語詩人であることを誇りにしていた。残された作品の点数自体も、 ウルドゥー語作品よりもペルシア語作品の方が多い。ガーリブが弟子に当てた書簡の1ページがアーリブはウルドゥー語でガザル死刑による死を読み、ウルドゥー詩人として高い位置を得た。また、ウルドゥー語で書かれた書簡を多数残し、ウルドゥー近代三文の先駆としても評価されている。ガーリブの初期のウルドゥーガザルはペルシア語の語彙をふんだんに使った難解な言い回しが多く、当時の文人たちに あまり評価されなかった。後期の作品は格調高い洗練された語句を自由に駆使することによって高い思想性と美しい表現を示したと評されている。ありがとうございます。